大の大人がさ、今深夜1時だよ。何やばいやばいやばい。違う、俺がチンパンだよ。俺が、いや俺が真のチンパンだよ。いや俺がチンパンだよ。甘い、完全に甘い。どうも、みさかちゃん、チンパン日本代表キョウキョウです。そしてチンパン日本パンこうです。テーブルチンパン日本ってないね。ということですね、はい、まあ、イーババちゃんが強くなっちゃったのか弱くなっちゃったのか不明ですけども、強くなった。これは本当に、うん、息切れしょ。エリババちゃんは攻撃力が遅、あ、じゃあ攻撃タイミングが遅くなったんですけど、攻撃力が上がったと、うん、13%。結構ね、破壊力があるから。使ってみたらめっちゃ防衛してくれたから。最強。ということで、かなりね、エリババが強くなっちゃったことでみんな悲鳴を上げているっていう、情報を私、聞きつけまして、今日はね、チンのチンパンを決めようじゃないかと。いや、それは俺だよ。いやいやいや、やめてくださいよ。いや、何だっていいっすか。だって、じゃあ一ついいっすか。はい。7000ですよね。7000超えてます。取るいくつ、最多取るいくつですか。7500です。7500にチンパンいるわけないでしょ。ね。いやいや。じゃあ僕のプロフィール発表していいっすか。はい、発表していいっすか。はい。はい、私、日本リリースからずっとやってます。はい。課金もめちゃめちゃさせていただいております。はい。7000いけておりませんから。いやいや、もうそれがチンパンよ。それは違うよ。何、俺はいつも動画のコメント欄でチンパンに溢れてるから、俺が真のチンパン。なるほどね、うん、じゃあこういう決まるってことでしょ。そう、それは。で、今回ですね、私が使うデッキこちらでございます。これなんでこのデッキ使うかっていうと、はい、ちょっと、はい、言わないで、もうデッキできてるよ。できてます。言わないでほしいんですけど、とあるクラロワ TV から引っ張ってきたんですよね。で、なぜクラロワ TV から引っ張ってきたかっていうと、はい、エリババを使ってるクラロワ TV なんですよ。え、だからそういうのが実際に誰かが使ってたエリババチンパンデッキ。やっぱ俺普段からさ、エリババ使わないから、エリババの良さってあんま分かってないわけ。確かに。しかしもう TV に乗っちゃってる人はさ、常に使っててそれがたまたま乗っちゃったパターンじゃん。でも言っていいですか。なんですか。ゴレエリババで展開到達してるんですよ。ああ、そうか、そうか。だから俺が真のおじゃ、それは何やねん、おじんちんそれはいいですか。僕一ついいですか、はい、それはね、ビジネスエリババなんですよ。エリババチンパンじゃないんですよ。じゃあ、高チャンネルはどうせね、ゴレとエリババで展開行ったっていう称号が欲しくてその動画をやったんですよ。違う、マジでチンパン。エリババを発動しまくったの俺は。本当に？エリババの良さを全面に引き出して、しかも情報収集される前で。される前ね。そう。行きましょう。このデッキはね、やっぱだからその歴代のチンパン大魔王が使ってくれたデッキだから、いきます。え、ワンチャン被る説あるでしょ、それで言うと。いや、多分俺自作デッキだから。あ、自作チンパンデッキ。被んないとは思う。いや、でもめちゃめちゃチンパンぶっ込んだから、本当俺今回チンパンするんです、皆さん許してください。ドゥドゥドゥってくるの。ドゥドゥドゥって。いや、これは、はいはい、初手これチンパン。いやいや、初手はさ、これでしょ。うわ、これはこれはこれは負けた。ドン。いや、まだある、まだ。で、これ捨てっすね、これ無理だもん、これ。うわ、すえ、これワンチャン落とすんだ。真のチンパン代表。うわ、これは辛いっすね。格上ウィザードとかマジでチンパンって言ってるから。さあさあさあ、チンパンインフェタ。これはやばい。チンパンインフェタわよ、これが。これがやっぱチンパンインフェタわですよ、これ。いや、これも言っちゃうから、これかなり辛いっすね。あ、待って、おー、分かるエリババプラスのウィザード。あ、これいいんじゃない。これもう出してるだけで、俺も今何も触ってないです。はい、やばい、辛い。もう見てるだけで、はい、辛い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 。はい、これ勝ったわ、これ。辛い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 。これがチンパン。いや、でも見て、キングタワー見て、結構削ってるよ。やばいやばいやばい。これがやっぱ真のチンパンですよ。エリバービー流されたら、エリバービーがね、エリバービードゥドゥドゥいった瞬間終わりでしょ。来たら終わるね。さあ、まあまあまあ、さすがにね、さすがにね、さすがにいけない。普通のカードも入れてるよ。さあ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 、これ怖いな、怖いな。なるほどね。来そうなんだね、ドゥドゥドゥーンが。ドゥドゥーン、いつ来るか分かんない、この恐怖。ガゴムネちゃんも確かにチンパンって言われがちなカードの一つ。言われがちではあるよね。さあ、おー、なるほど。はい、それ使っちゃいますよ。それかなり辛い。トルネは俺うまいと思ってるから、自分で。あ、でもそうだよね、昔から言ってるもんね。そうそう、トルネだけは自信あるの。トルネのプロ。そう、トルネプロゲーム。なんで今一人見てんの。何してんだろうなって。
さあ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 、やばい、それはチンパン好きだ、肌出しチンパン、それはチンパン好き、これ結構、え、また強えな、エリババ普通に強ない、攻撃力だって370ぐらい持ってった今、エグくない確かにさあ、でもね、これまずいんですよ、こっからちょっと PS 見せます、はい、あガゴムネちゃん来ますって言おうとしたら普通にインフで一掃された、すげえ、うわ、はい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 、あ、ごめんごめんごめん、これまずい、危ねえ、あー、マジか、いや、しかし辛い、しかし辛い、やばいな、やばい、ちょっと待って、いや、でもちょっと辛いっすね、これは辛くないでしょ、うら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 、いっぱい、これこれいっぱい、一旦出しとくっていうね、あー、なるほどね、いや、でも合ってるんだよな、多分、来た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 、やめてね、ワンチャンスある、ワンチャンス、ワンチャンスか、ドゥドゥドゥー、うわーマジでドゥドゥドゥー、あー、ドゥドゥドゥー、やばい、キリタバが、オッケーオッケー、キリタイだ、これは、あ、インドバイス、あー、マジか、ドゥドゥドゥー返し、まずい、やばい、やばい、やれ、あぶねー、よっしゃ、よ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 しゃ、これは勝った、あぶねー、パッ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 、ワンチャン、ワンチャン怖かった、最後、ワンチャン怖かった、ワンチャン、いや、そっか、エリババ持ってるから、エリババ返しできるんだ、そうなんだよ、これワンチャンゴルに結構エリクサ使ってくれたからさ、あー確かに、これワンチャンキング持ってけんじゃねって思ったけど、チンパン、ギリギリロックコスト、いやでもまだ何なんすか、チンパンです、だって公式リーグでもう BO3 なのに僕らチンパンが BO1 で決めてたらそれ真のチンパンです、それこそおっしゃる通りです、もう BO3 ですから、まあまあ聞きましょう、もう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 すか、僕のデッキね、ちょっとまた変えますよ、いいんですかゴレとか使っちゃって、そんな、いや、ゴレでしょ、得意デッキ使っちゃって、いや、チンパンイコールゴレってとこあるんじゃん、いや、それないでそれ言うとまた言われますよ、確かに、確かに、これは全面否定してるけど言われがちなカードがやっぱチンパンゴレだよね、ゴレムだから、だからゴレって使うとマジでむずいのに、やっぱ使う、見てるだけだとその分かんないんだよ、綺麗にこうタワーが折られていくから簡単そこに見えがちではあるよね、見えがちだよね、あ、分かった、俺分かっちゃった、皆さんこれどうですか、かなりお、来た、なんかチンパン的発想、もはやチンパン的発想、その、なんだろう、エリババを輝かせるとかそういう話じゃない、あ、なるほどね、もはやチンパンってエリババだけ入れとけばいいでしょっていうのがチンパン、うん、それかなりかなり特殊ですけど、オッケーです、あ、でも相手が絶対にチンパンカード入れてくるって知ってるから僕はちょっと変えてみます、そしたら僕おー、これにします、ちょっと変えました、ポチン、もう待ってます、俺は行きます、いい、ビリビリ、さあビリビリ大魔神、俺の好きなスタンプいきます、はい、これ一番好き、いや、しかもね、その顔できるじゃん、その顔できるじゃんやんない、もうやんない、いや、その顔がね、やっぱ一番ね、なんで、嘘でしょ、いや、初手ゴレでしょ初手ゴレ、初手ゴレでしょ、そう、これドゥドゥドゥくんの、いや、これ捨てっすね、マジって言って守んでしょ、って言って守んないほんまでっか TV、 守るんですね、おー、心理戦ですよ、心理戦、まあね、守らないとか言って守っていく人、デデデデだって、うわー、アウトローあるんだ、でもボーイさ、確か弱体食らったよね、いや、これがね、結構強いんじゃない、ほら、いいんじゃない、いいんじゃない、マジか、ボーイの弱体を感じさせない、この感じね、強いね、普通にアウトローガールが強いとかあるから、まあ、アウトローはドゥドゥドゥ、あ、雪ダムね、雪ダム、雪ダム、でもまあ隠しカード持ってるから、エリババ、さあ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 、このタイミング、いいタイミング、はい、エリババ返し、ね、必殺エリバ、これさ、エリババ返し不毛じゃね、不毛な戦いじゃね、でも自陣で処理した方がまだやっぱなんかさ、タワーが守ってくれる感というか、確かに確かに、それがあるから、じゃああんま先出ししない方がいいってことですか、まあそれは分かんないね、それ言いませんああ言いません、確かに、でも真のチンパン先立ちしますよ、じゃあ先立ちしますさあ、はいはい、うわー、雪玉入れてきた、同じ思考だったこの人、ああ、じゃあじゃあ、で、でもね、違うんすよ、分かってないっすね、使わせたんですよ、使わせた、使わせたんです、こっからっすよ、いやー、もうちょっとやばいな、これちょっとやばいな、あ、やばい、クローンが、マジかマジかマジか、間に合わなかったけど、クローンは、それはね、メガゴがギリギリ、くー、よし、いかにどうチンパンで攻めていくか、これが重要、いや、クローンチンパンなんすか、チンパンじゃないの、
審判ではないけど形作ったらやっぱ入りやすいっていうのは。今見た。うわーやべえ。見て、いや強くね、一発一発がマジで一発一発やべえ。えぐい。いやそれは攻めの審判、それが審判だわ。ロイジャーエリババってさ一時期やばくなかった、あったね。なんかでもこれ守りきればさワンチャレンジ。うわマジか、うら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 、いけいけ。いやでもこれエリババ防衛っていうね必殺技があるんですよ。やばい、マジだから。はい、クロークロークロー、ゴー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 、やばいやばい、ワンチャンないこれ。いやでもね、ラスト1枚このカードで、いやマジか、いやこれ、あー終わった。よっしゃー、これはこれはもらった真のチンパン、チンパン決定戦称号いただいて。いや確かにね、そのね、チンパンの中でもやっぱそのエリババをね自陣で処理するとか、やっぱそうクローンで一発持ってくっていうのがね、多分知らないと思うけど、チンパン界でも格差っていうのがあって、はい、そのチンパンをどう使っていくか、はい、そのチンパンの体をどれだけ愛しているかっていうのが、例えば髪型だったり、まあ、フルカットにしたりっていうのもそれをカードを愛している一つだから。最近ちょっと横が伸びてきてなんかチンパンなんじゃないかってちょっと今話題のね話題の髪型ですけど、はい、これワンチャン流行るんじゃない、ホグカット流行ってほしいけど。でこれホグカットからのあれでしょ、そのホグカットを一回なだめて坊主っぽくして、それがさらに巨大化してこれになったわけでしょ。そうそうそう、で言ったらまだホグカットの一環なわけでしょ。まだ一環、ちょっとね真ん中に違和感があるんだよ俺も。えちょっと、そうなん、若干なんか真ん中が重いんだよ、ね、やっぱさ、その戻す時にさ少しだけ真ん中を残したわけよ。はいはいはい、その一緒に切りに行ったんだよね。そうそうそう、同じ美容院にね、真ん中だけ少し残されたから、真ん中だけ重いっていう感覚したことないもんな。真ん中だけ寝癖が立つんだよね。そう、悩み。だからやっぱ量が多いから。そうそうそう、そうなんや。なんかちょっとやっぱこう平べ寝癖がつくとやっぱで、ワックスつけたらかっこよくなんじゃないの。ワックスめんどいもん、すぐもうね、モテてるから。違う、もうモテてる、マジでモテてないから。ほんまにこれだけがして。うん、チンパンだからモテないんだよ。いやいやいや、それは違うけど。いや、こうチャンネルはね、まあまあその話はやめましょう。やめましょうやめましょうやめましょう。ということで今日出ていただきましたチンパン日本代表こうチャンネルのチャンネルリンク動画の説明欄にありますんで、まだ見てない方ぜひとも見てみてください。チャンネル登録はこちらをポチ、そして今負けたらアカウント削除の再生リスト、そしておすすめ動画ありますんで、まだ見てない方ぜひともこちらもチェックしてみてください。ということでご視聴ありがとうございました。